F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われているね。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきたぜ。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっているよ。出雲型護衛艦は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模だぜ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部だが、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた COGAG 方式が採用されていて、マックス出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうだ。また出雲型護衛艦の電源設備として、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン始発電機を、4機等搭載しており、合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっているらしい。出雲型護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された艦橋を備えているな。これは、いかにも航空母艦前とした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時に発着できるスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきたね。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0メートル、全幅 38.0メートルが確保されていて、海自で対潜哨戒戦闘や対みなかみ戦闘を担う SH-60K 回転翼機に限れば、マックス14機が艦内格納庫に収容可能ということだよ。ただし実際の運用では、出雲型護衛艦は標準では SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途が、主任務である MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いていて、格納庫は3つあり、第1第2および整備用の3つが艦内に設置されているんだって。出雲型護衛艦はその大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていたが、この大型機体ですら艦内格納庫への収容が可能ということだな。ということは、出雲型はそれほど大きいということだぜ。出雲型護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介すると、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1065 トンで、MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベータが出雲型護衛艦には2機備えられていて、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているらしい。各エレベータのサイズだが、飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルで、サイドデッキ方式のエレベータは長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるとのことだ。現在出雲型護衛艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるんだけど、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37m、重量27トン強という規模ということみたい。出雲型護衛艦のネームシップで1番艦である出雲が寄港されたのは2012年平成24年1月。日本政府が出雲型護衛艦を改修して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年平成30年3月だけど、
それを見越して設計がされていたことが垣間見えるよね。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたぜ。当時は政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われるが、現在からすれば覚醒の感が拭えないな。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に軍の装備の近代化と、増強をどんどん進めていて、こうした事態への危機感が日本国内でも醸成された醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったわけだ。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手したよ。この中では出雲型護衛艦に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたようで、これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では STOVL 機運用について言及されたんだ。そこで従来の日本政府の国会答弁では自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点。つまり大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたみたい。航空母艦を攻撃型か否か特別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈を、ひねくり回したものという感は否めないが、しかし、どちらにしても、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実だな。それでも日本政府は、仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修の予定だけど、まず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されたよ。また F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られているね。これと並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機を購入することが計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されていて、早ければ2024年度から同基地においての運用が見込まれているようだな。このように太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲型護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのだが、この先駆けとなったと見られているのが、日向型護衛艦の日向、伊勢の2隻だぜ。ちなみに護衛艦の名前には旧国名が付けられるようで、出雲矢印島根、加賀矢印石川だし、日向矢印宮崎、伊勢矢印三重というわけだ。日向型護衛艦のサイズを紹介すると、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さが 22.0メートル、喫水が 7.0メートルの規模で、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ艦ということになるよ。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦前とした外観だけど、
回転翼機の昇降用のエレベータ2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているんだ。このヒューガ型護衛艦のエレベータは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかもどちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難ってわけだ。そのため、出雲型のようにヒューガ型護衛艦に航空母艦化改修を行うのは物理的に制約があって考えにくいだろうな。どちらかといえば1998年平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦にその機能を盛り込む可能性が高いかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立したね。これに伴い、15カ国限定での輸出が開始され3月26日に閣議決定されたな。今回は15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と日本の戦闘機配備の行く末を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本、イギリス、イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を防衛装備移転三原則にのっとって行われる第三国への輸出について自民党と公明党の間で同意が得られていなかったんだけど、次期戦闘機については輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得たよ。そして、2024年3月15日に自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にしてまいりたいと述べたんだ。この政府与党の合意によって3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正したね。この運用指針によって次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って防衛装備品の移転協定をすでに交わしている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE の合計15カ国だな。政府ではイギリスとイタリアを除く、これら15カ国から次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国でないことを条件ではあるが、個別に与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針が打ち出されたぜ。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに戦闘が行われている国には輸出しないというものだね。さらに今後、新たに日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによってイギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるんじゃないかな。また、自民党内においても日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになる、と指摘されていたが、歯止めがつけられたものの輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっているらしい。これに対して野党からは15カ国に絞ったと言っても新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならない、と指摘されており、今後も政府と自民公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要だろうな。
次期戦闘機の開発は、共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているけど、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められているみたい。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から、次期戦闘機の開発においては、グローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた、次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間でユーロファイタータイフーンの後継機として、共同開発が進められていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表されたよ。現時点でスウェーデンは共同開発計画には参加していないけど、この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画においてもともと契約の主幹であった三菱重工が新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定したんだ。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、エンジンはロールスロイス、電子機器はイタリアのレオナルド S。プ。A のイギリス法人がそれぞれ担当することになったぜ。一方でイタリアからはレオナルド S。プ。A とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だな。さらに日本、イギリス、イタリア各国政府から、前とした GCAP を推進させるための政府間組織を、今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために、設立されることになった国際機関 GIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表されたようだ。GIGO は本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされているよ。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えてイタリアの、レオナルド S。プ。A も、この GIGO からの指示に基づいて機体の設計や製造などを担う、共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップにはイタリア人が就任する方向で進められているね。なお、GIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに3カ国が交代で務めることになっているぜ。今回 GIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは3カ国のバランスを取った形となっているものの、両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた、日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されているね。3年ごとにトップが交代しても本部がイギリスにあるため開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと、懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、3国の主幹企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは BAE システムズであるので仕方のない気もするよ。今後、GIGO では機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は来年度予算の概算要求の中に共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているみたい。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であるとすれば対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては仮に次期戦闘機が空戦能力重視の制空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めているアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が、
制空戦闘のみならず対地対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため問題はないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、対米型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックで、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるよな。フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの工人を廃したらしい。今回は、カナダが日本の対米型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選かについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦対22隻体制ということは、注目の一致する見解とされているよね。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみるんだけど、親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているよ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給していて、これによって建造能力やインフラ保持も確保されているということなんだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されていて、兵装装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器だね。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦渦潮で、今年で25年目の艦齢となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双竜型は1番艦双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式だな。そして双竜型11番艦欧竜、12番艦東竜、現在最新鋭の太平型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えた、ディーゼルエレクトリック方式を採用しているらしい。双竜型11番艦欧竜以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているんだって。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非対機推進を採用することが必須感が強かったんだけど、双竜型11番艦欧竜の収益を認識に変化が生じてきたとも感じられるね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双竜型がオーストラリアのアタック級の後継艦として、初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったんだけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことは知っているよね。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったわけだ。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、
高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるな。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるぜ。北米ではカナダも志向しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるな。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいると見られ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるね。カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているから、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだよ。現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているんだ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 33mm メートル魚雷発射艦だね。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて就役したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再就役したというわけだな。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったから、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、超魚雷だけで運用しているらしい。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるかもね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置、2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の仕様を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だね。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているぜ。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の仕様を見る限り、日本の太平型は全て要件に合致するという見方もあるらしい。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないんだよね。となると日本は落選ということになるかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。